はい、今回は、立ち合い王杯の1回戦から、中村すみれ2段対、小西和子8段の碁を、見ていきたいと思います。はい、いやもうね、本戦ですからね。はい、もう挑戦者に本当にね、今年中になるかもしれません、どこかの棋戦で。はい、今回も、もうね、小西8段にね、勝たれまして、はい、はい、ここからね、ちょっと、はい、初心者にはね、怖い手ですけどね、こういう形があるんですよね。跳ねたらこちらにつけていこうっていうね、ちょっと高度な手ですね。はい、はい、伸びを利かしてからつなぎましたね。まあ、黙ってつなぐ手も当然あると思います。で、ツケですね。はい、これは、こうやると、一応取れるんですけどね。まあこれもあるとは思うんですけどね、一応隅も生きはあるので、こう打ちませんでしたね。伸びて、ここ跳ねるんですね。この発想が厳しいですね。はい、これは主張は黒がいいですかね。はい、主張は黒はいいんですね。はい、これに対して押さえと、切りが入って、確かにここ厳しいですね。この連打が、これはね、2目取られるんですけど、これは別にこちらね、叩いていいので、はい、白はこちらとかも打ちたいんですけど、これ抜かれてしまうと、ここはちょうどまだ目がないですね。はい、一応この体積がコウになりましたね。ただまあそばコウがいっぱいあるので、まあ、死ぬことはないと思いますね。はい、ここはこれに対してはこうやってこうやれば、ここはね、ちょうどコウにならずに生きてますね。はい、なので隅は大丈夫と。はい、これも手を抜くと、ここからこうなって、これはこうやってね、こちらが、これはまあ、生かすかもしれませんけどね、こう抑えも決まるのでね、これで悪いと見てますかね。いや、これはこれちょっと分かりませんね。おそらくこうやろうっていうことだと思うんですけど、こうやって、そうですね、これに対してはこう取れますね。取れますか。ただ、まあ、この切りもあってね、ちょっと難しいんですけど、受けましたね。これを打って、打ってからこうやったと、ここを残しましたね。とりあえずこう取って、羽に対して切り、はい、目まぐるしいね、変化ですけど、
こがね、お互いどこまで続くか。これも受けましたね。はい、うん、これはさすがに解消して切ってと。これね、跳ねられるとね、これ死んでますね。ただここがすごく黒がめちゃくちゃ熱くなったと。はい、この別れは、うん、ここ隅取っちゃいましたね。うん、これはここ助けても、ここまだ渡りがありますんで、これは白こう分断されてしまいまして、ちょっと白やり損なったというか、うん、これは一気に黒のペースになったようです。 これ両方なんか危ないですからね。うん、なんか一瞬にして黒がここ今引かそうとしたんですけど、先に黒先制攻撃ですね。うん、ここからの、うん、仕上げというか、厳しさはすごいですね。うん、これで取ってもこうやって、これはシチョウですね、になりますんで、ここ今打つ必要なかったと思うんですけどね。まあちょっと魔が差したというか、うん、まあでもちょっと普通に打ってても足りない感じもしましたね。うん、ここのね、2手連打でここね、カケツギとかね、羽とかじゃなくて、こう切りからね、全部こう持ってったのがすごい手で、はい、あの一気に挑戦になってなりましたね。はい、めちゃくちゃ強い、打ち回しだったと思います。はい、うん、これあれ、そうですね、次もね、次の対戦も楽しみですね。はい、じゃあそれではこの辺りで、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。